こんにちは、遠藤文也です。まあ、自己紹介、まあ、皆さん僕のことはあんま知らないと思うんですけど、そうですよね、今日スタイリング剤ですもんね。ごめんなさい本当に。今日はね、ちょっと僕はパーマもかけてるし、ちょっと乾燥してる髪なのでやっぱりムースをつきます。ウェーボースプリングパフってこれやるよね、やるぞーね、ありますよ、ムースつけます。これがまずしっかり最初は振るってことね。もうちょっと本当に、まあこういう感じ、やっぱこれもおしゃれだな、こんぐらいですね。こうやってやっちゃうと一箇所にしか行かないんですよ。それダメで取って、あ、結構ついちゃったねこういうこともあるけど、取り方がこう少しずつ、ね、ちょっとずつやっていく、揉んでいくっていう。後ろも大事みたいです。後ろみんな忘れがちなんですけど、こう見える、こんな感じで全体にやっていきます。本当にで、これでも足りない場合は足してもいいみたいです。いいみたいです。いいみたいに出すって言っちゃった。よし、しっかり馴染んできました。どうですか？完成しました。ムースだけでここまでできます。これで完成です。はい、これで完成ということで、どうですか？後ろも結構ちゃんとつけました。まあこんぐらいで以上にしといて、また僕のプライベートの話に戻りたいと思うんですけど、